全国1億5000万の人もワンコもちゃんとライジャケ着てサップ楽しんでるフリースタイル&ドッグサップ愛好家の皆さん、こんにちは。2024年この夏次第では天気が訪れるかもしれないけど、所詮はインディーズなフリースタイラーバンゾンです。バンゾン的フリースタイルサップジャパンさん強化月間が3回目にして最終章、2024年7月21日モトスコにてついに直接レッスンを受けちゃったよ。でもって今回はブンタルことブンタ君とタルによる耳めくレブ第3弾、エレンママとブンタ君フリースタイルドッグサップに初挑戦。さらに午後にはモトスコフリースタイラー軍団がバンゾンさんの夢の共演、もうお腹いっぱいのレポ動画です。フリースタイルサップのレジェンドでありながらドッグサップインストラクターでもあるヒロさんとミオさんのお世話になるということで、ドッグサップ&フリースタイルサップレッスンのミクスチャーというまあまあレアな特殊コースでお願いしました。安心安全安定を最優先してゆったりと楽しむのが本筋のドッグサップと、不安定で激しいほどかっこいいフリースタイルサップは表裏両極の対となるもの、これを同時に満喫させていただけるのはフリースタイルサップジャパンさんだからこその強みではありますが、キャリアだけは長いバンゾン、タルママ、タルはともかく超ビギナーさんにはさすがに数回のサップで同時にこなすのは難しいと思うんですが、エレンママとブンタ君耳めくレブ第2回動画が記念すべき初サップで今年の5月ゴールデンウィークだったってことはサップ歴まだ2ヶ月とはとても思えない上達と進化が衝撃。ごく普通のビギナーさんとは訳が違うんで、その辺は参考にしないでくださいね。ドッグサップを楽しみながら各々スキルアップを目指してレクチャーを受けるのだから、欲張ってぶっ込むのは最初から諦め、今回私バンゾンはサブ6一択に絞っていきました。恥ずかしながら一度たりとも達成したことがない技だし、自信のかけらもありませんでしたが、せっかくのマンツーマンレッスンの強みを最大限に、この時こそと言わんばかりにお願いしました。 100% 完成形とは言えませんが、なんとか成功した回もあり、このままトレーニングを積めば完全にものになりそう。しっかりフリースタイルサップジャパン強化月間を無駄にせず、スキルの幅を広げることができそうです。タルママはブレイスなどパドリングのスキルを重点的にアドバイスいただき、本人曰く海岸。またキャリアわずか2ヶ月にしてドッグサップレースにまで参戦してしまったエレンさんは、安定した漕ぎはもう身についているものの、フリースタイルサップ初体験ということで、最上級やノーズリフトのイロハからチャレンジしまくっておりました。エレンさんのフリスタレッスン中は私バンゾンがブンタ君を預かっていたのですが、まあブンタ君ずっと何やら喋り続けているあの癖は相変わらず、わー、エレンさんが落水するとこの世のものとは思えないほどの絶叫で、エレンママの非常事態を周辺に訴えるところはタルと同じ耳めくレブらしい共通点も出てましたが、ある程度の時間離れ離れになると戻りたくないんですけど的な素振りを見せ、ツンデレぶりを発揮するブンタ君もついに一緒にノーズリフトでフリースタイルドッグサップが実現。
前回の下等でのイベントで初対面したフリースタイルサップジャパン看板犬おもちくんとの再会もし、今回はブンタルコンビからブンタルもちトリオとなって仲睦まじく、写真では見えてると思うのでそうだということにしてください。まあ、だいたいタルがちょっかい出そうとして怒られるという縮図だったようでして、最年長なのに困ったワンコです。あ、俺もか。充実しすぎたフリースタイルサップジャパンドッグサップ&レッスンは午前中で終了。休憩を挟んで朝も早からトリックしまくっていたフリスタ軍団に合流させてもらって、午後も満喫。ヒロさん、ミオさんもそのまま残ってくださり、みんなに混ざってのトリックセッション。いやー、オラホの田舎ではこんなこと考えらんねー。ありがたや、ありがたや。ありがたいといえば、午前中の我々のレッスンの時からタルママが目撃していたようですが、モトスコフリスタ軍団の皆さんがこぞってバンゾンさんをメイクしまくり、時には通りがかりの子供パドラーまでもがチャレンジしていたとの情報も。いやー、末恐ろしいサップ界になってきたものです。午前中のレッスンはフリースタイルサップジャパンのボードをレンタルさせていただきましたが、午後からはマイボードに乗ってモトスコへ。この度バンゾン家3代目のニューボードアクアマリーナの進水式をしれっと行い、より安全にさらなる不安定を楽しめるよう地元福島の奥の松酒造のお酒で祈願した模様はスイミーさんが残していてくれました。このアクアマリーナ選択の経緯につきましては、今後動画制作する日が来るまでお待ちください。昨年のサイコ・モトスコでご一緒したシバニャンさん、オクリさんご夫妻、先月の千人塚でご一緒したポーイチさん、ユズルさん、キンちゃんに加え、お仕事前にこぎに来てややすれ違いになってしまいましたが、加藤さんや FK キャンプさん、たかしさん、スイミーさんなど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 、福島の田舎からやってきた50もとっくに突破した白髪ロン毛ジジイに絡んでくださって本当にありがとうございました。自分で言うのもなんですが、キャラの割にスキルが全然伴ってないやつだから、いざ湖面に出ると盛り上がりに欠けてしまうという、全国全世界によくある行ってみたら残念すぎたあの観光地のような、前情報と現物の落差が著しくて本当に申し訳ない気持ちになりますが、それこそがまさにインディーズなフリースタイラー。これからも鍛錬してもう少し見栄えあるトリック決められるように、今回のフリースタイルサップジャパン強化月間を絶対に無駄にはしませんので、ぜひともチャンネル登録していただいて今後のサップ動画をお待ちください。なお、淡水湖河川でサップに乗る際は乗艇者全員必ずライフジャケットの着用をお願いいたします。ビギナーさんは海サップでもライフジャケット羽織るだけじゃなくって正しく着用してくださいね。今回もご覧いただきありがとうございました。チャオ。